はい、アイランドファクトリーのルカパトです。ポケモンレッツゴーやっていきたいと思います。グリーンに勝ってシルフカンパニーを、まあロケット弾から取り返せ的な感じですね。山吹シティロケット弾から取り返していきましょう。スペシャルアップ、スペシャルアップか。どこ行くのかな。エレベーターとかで上上がるのかな。さすがに階段かな。あ、行けるんだね。まあでもやっぱ階段から行きましょうか。もう全フロア占拠されてる感じなんだな。あ、でも結構職員の方も残ってるんだな。お、来た。そこのこともうろうろするんじゃない。乗っ取って何してるんだろうな。監視しながらあれ作れこれ作れってやってるのかな。ロケットの下っ端が勝負仕掛けてきた。ラッタ、いいね、行こうぜピカプト。レベルは結構差があるから不意打ち。いやー、先制技多いなこのゲーム。すごいしてくんじゃん、すごい削ってくるじゃん。くしくじった。まず1人目、職員。ここは立ち入り禁止だ、帰りなさい。ロケット弾側にこう、まあ、はぐれ研究員だから、ば、うお、ワープする、そういうシステムもあるんだな。あー、これはまた長くなりそうだ。なんか本当にここで体を分解して向こうの転送先で再構築するみたいな、そういう感じするな。こっち側にはここは子供の来るところじゃない。やっぱね、子供だからって舐めると案外本当に痛い目見るんですよね。何もない、ダメな、カードキーがないと開かない。あー、職員、なるほどね。なんか籠城してるって感じなのかな。いや、もうあのワープを使って進んでいくって感じになるんだな。まず一回登れるところまで登ってみましょうか。ここは3階、職員。僕シルカンパニーの社員です。おろおろなんだよ、情報はないのか。情報は3階で、あ、結構やっぱワープ装置多いな。スペシャルガード、うん、お、俺たちの邪魔をするやつ邪魔なのだ。すごい当たり前のこと言ったな。ワープ装置ばっかだな。いや、もうこっからも乗っていかないといけない感じだね。でもなんか似たようなフロアだからどこに飛んだかちょっとわからなくなりそうですね。案外でもこんだけの広さを持っていながら職員の数が少ない。アイテム、クリティカット、なんかそういうアイテムが多いな。この人はここで隠れてるつもりなのかな。ビッグビッグ怖くてここに隠れてるんだ。不審なやつを発見。このままではボスに連絡しなくては。ボスに連絡ね。こっちはカードキーないと入れない。シルフカンパニーへロケット弾が占拠した。何をするんだろうな、占拠して。ここは倉庫っぽいな。カードキーはでもなんかあれだな、あそこのなんか職員がくれそうな感じをするな。おっと、おかしいな、子供が入ってくれるわけがないんだが。お前誰だ、奇術師か。ジャグラーか。ジャグラーのテディが勝負を仕掛けてきた。スリーパー、なかなか強いぞ。なんでジャグラーここにいるんだ。
おかしくないか、余興で呼んだのか、ロケット団が。意外とピカボト傷ついてる。スリーパー特防高いからさすがに一発では持っていけないはず。うー、かなりこれはかなりきつい。頭突きの方がいいですね。ひるませてくれるとは美味しい。よし、さすがピコボト、これで頭突きいいですね。スリーパー、あとはなんだろう、バリアードとか出てきそうな感じをするな。ピコボト39、パトコのレベルも上がる。ゴースト、なかなかトリッキーなポケモン出してくるな。だが10万ボルト、ゴーストぐらいだったら持っていけると思うが。 OK、 さすがピコパト、やるねやるね。まあ、ユンゲラー、ユンゲラーか。ユンゲラーもな、早いからな、困るぜ。10万ボルト持っていけるか、あ、耐えられるか。リフレクターいいですね、悠長、悠長なことするじゃないの。10万ボルトは特殊だからリフレクター意味ないよ。よし、 OK、 お、リザファトが36レベ、いいですね。こりゃいかん、なんでここにいるんだこの人は。来ましたよ、リザパトの様子が。いやー、いいですね。あとはパトックスだけだ。よし、かっこいい。おめでとう、リザパトはリザードンに進化した。データが登録されるよ。口から灼熱の炎を吐き出すとき、尻尾の先はより赤く激しく燃え上がる。まずなんか翼で撃つを覚えたい。翼で撃つを覚える必要はあるか。火の子が今弱いからまだ翼で撃つの方がいいんじゃないか。草タイプにも飛行が刺さるから、氷タイプもねそんなに出てこないから。そうそう、火炎放射とか使いたいんですけどね。ここは5階、ビルは全部で11階、まだまだあるぜ。そうだね。で、なんであなたがここにいるのか。お、ポリゴンだ、角張ってんな。ロケット団はシルフに強いポケモンを作らせるつもりみたいだ。うー、僕が作ったポリゴンも捕らえちゃったらやだな。連れて逃げなきゃくれよ。カクカク言ってる。すげえかわいいな。そっか、この時代ポリゴンはポリゴンでしかないんだもんな。ちょっとこっち見ないでよ。目つきの悪い子に負けてもうポケモンの体力残ってないのよ。目つきの悪い子、グリーンか。誰かビルに忍び込んだ後ロケット団が騒いでる。君のことらしいね。いやー、目つきの悪い。でもグリーンなわけないんだよな。あれ、アプロさんじゃん。お前はアプロさんも誰ですか、その子。私の子だっつって。ルカボト誰なんだその人。愚かにも我々の邪魔をする優秀なお子様ですよ。優秀なつけてくれた、ありがたいね。だったら俺たちにとってあっちが邪魔者ってこと。ちょっとあんた、アポロ様が邪魔者ですってつねって泣かされたいの。落ち着きなさい、こういう家からにはこうやって思い知らせるのです。うわー、ここで勝負は聞いてねえな。ダブルバトルかもしや。ロケットライン幹部のアポロと下っ端が勝負を仕掛けてきた。マルマイン、ベトベト、うえ、強っ。行くぜピコボト。あ、カラカラ、お前やっぱゲットしてやがったな。いやー、でもピカボトがやられそう。どうしようか。まあバナバトが一番いいかな、この局面。カラカラがね両方に強いから。守る、いいね。なんかダブルっぽいね。自爆、おお、アポロさん、まさかアポロさんが自分は弾け、下っ端に任せる戦法を取るとは。骨ブームな、いいね。またドカス連れてるね、毒を。毒タイプばっかり嫌になるな。
ここでバナパトでマタドガスに宿り木を打ちまして、回復ソースを確保しましょう。火炎放射強い。ふう、うわあ、急所かい。いや、なんかベトベトンが積みまくるぞ。どうしたもんかい。このブーメランはな、命中率が元からちょっと低いから、低いっつっても90はあるけど、いや、なかなかいい勝負になってきちゃうぞこのままいくと。どうしようか、リザパトといってもな、パトックスにとりあえず一回戻しましょう。幸いマタドガスにはダメージがどんどん入っていくから、ベトベトンですね、なんとかしなきゃいけないのは。火炎放射をカラカラにする。やけど痛いな、毒毒気合ダメ。ちょっと悠長だなあなたも。まあでも入ればベトベトンは一発で持っていけそうな気もしますが、今ベトベトン毒毒やってきたな、なかなか困る。ベトベトンに熱湯を打ちます。やけど入ってくれると美味しいな。熱湯、お、当たる。いいよ、3割やけど。急所、やけど引くねー。火炎放射でカラカラダウンかな。オッケーオッケー、小さくなる。まあ厄介ですが、やけどでだんだんダメージが減っていくので、ダメージ、その体力が減っていくので、だから16分の1だからな。ピジョット進化してるね。うちのパッドはまだ進化してないのに。なあ、ネットをベトベトに当てていこうかな。ここでピジョットのね、鋭い目だっけ、ピジョットって千鳥足ハトムネ、違うか。当たらず、パトックスに当たらず、嫌な音か。ベトベトンが厄介だな、場残りが良すぎる。騙し打ちしか覚えてねえもんな。なかなか小さくなる。2回積まれちゃったのが厄介ですね。羽休めいいね。超長期戦ですよ。当たらない。こちらに来る。うわー、毒引いてしまったか。あれでしかも必中毒毒やってくるの、ベトベトン厄介だな。まあ、回復はあれだけどちょっときついな。リザーバトに交代しましょうか。マルマインは自爆してくれたんで。さすがにマタドガス10万ボルト覚えてるってことはないと思うんですけどね。一応覚えるには覚えますが。いいね、お、いいよ。これに飛んでくる。小さくなる。3積み、まあ、6段階上昇しましたね、ベトベトンの回避率が。厄介だな。これはもうベトベトン放っておいてアポロさんを倒すのがベストな回答になってくるかな。やけどしてるんでね、なんとかダメージはどんどん蓄積されていくから。ゴルバット、ラストゴルバットなら、まあ、雷パンチを覚えさせているのでゴルバットに打っていきましょう。まあ、アタアタ君もまだまだポケモン残ってるから。砂かけ、砂かけ当てるね。ただ毒毒は必中から変わらないと思うので、使用的にそこだけが厄介ですよね。毒毒リザードに来るか。いやな、おお、さすがリザードン。いや、リザパット決意を見せるね。ゴルバットに雷パンチでとどめかな。エアスラで拾わなければ。砂かけ当たらず、エアスラッシュ、オッケー。
行動しましたね。いいですよ雷パンチ。ゴルバットは倒れる。さあこれ残すところベトベトンだけなので、ドクドクピジョット、これは厄介ですね。わたわたくん大丈夫か。やけど、どうしましょうかね。まあ翼で打っていこうか。身代わりとかが欲しくなるな。ピジョット跳ね休め。なかなか耐久合戦だな。当たらない。ドクドク厄介な行動するね。あーこの下っ端は じわじわと削られていく。16分の1、なかなか減るのも時間かかりますね。パッといこうか。こういう時に身代わりとか欲しくなりますね。毒毒を無効にするためにも。毒毒小さくなる守る。ベトベトンで完封できるか。ベトベトンじゃない、バナパトで。いやでもあともうちょいなんだよな。まあ押していくのがいいかな。電光石火で当たる。いいね、当てる。いいね、気合を見せたポップ一族。これで厄介なベトベターがいなくなったんで、ベトベトン、あと1体何が出てくる。ラッタ、いいね。まあ普通の電光石火で。なんでピジョット36で進化してパッと進化してないんだろうか。今回で上がったんだっけ。不意打ちパッとに来る電光石火、まあまあだな。羽休め長引かせるね、わたわたくん。でもあなた毒毒でもう結構食らうよ早く倒しちゃった方がいいよ。トリポケモンは羽ばたいてる方がいいな。3分だとねピジョット、あれメガピジョットか、浮いてるのは。滑空状態のポケモン多いからな、こうやって羽ばたいてる方が好きなんだよな。さあ電光石火で、アポロさんドヤ顔決めたけどもういないよあなたは。打ち決まらず電光石火わたわたくん、わたわたくん早く倒そうよ。もうあなた毒ダメカードに回ってるんだから早く倒してよ。意外とこのタイムラグが何なんだろうっていうぐらいに。あーやっとだよ。ふう、グーまたしてもな、厄介な2人だったな。お、やっと来たパット。いやーなんだかんだずーっと手持ちに入ってたもんなパッドは。いやでも普通に強いからな、うちのパーティーの中でもやっぱ見せてくれんだよなパッドは。ピジョットに進化しました。さあデータ登録されるよ。マッハ2で飛行し餌を探す。その大きな爪は武器としても恐れられている。この間勝ったのはまぐれではなかったと。よくわかりました。お前たちにももっと気をつけることにしましょう。どいてよ。いいって、わたわたくん。あ、怒ってる。あー、あの下っぽこんなの落としたぜ。お、カードキー。こんなところで。結構簡単に受け取れたな。回復してよ、わたわたくん。シルフを助けるまでちょっと変えておこうぜ。はいよー。